せっかく作ってもらってきたから、うん、しょうがないかな、台場はこんな感じ残ったよって、そのお兄ちゃんが作って持ってきた。かっこいいじゃないですか。すごい、なんかあっちとこっちの線路はすごい、うん、そうそうそう、人は帰ってきたんですけど、そやけど、まあもうお客さんもね、こういう時まずこのジョージ中島のデザインに対して、このマヨタエっていう非常に重い布なんですけど、このデザインに対してはこの布しかないと思って、そして作ったんです。で、ものすごく日本的な感覚と、いわゆるアメリカのこうなんかこの力強いこういう生地とのバランスとしては、なんか非常にこれマッチするんじゃないかなと思って作りました。まあ、すごい貫禄が出てると思うんですけど、はい。